こんな本当の話がここで聞けちゃったすごいんですけど、貴景勝の親父がさ入ってきたとか言うときでも、いやじゃあお金にがめついらしいから気をつけた方がいいよって、後で苦しむだけだよって言って、高野花がよく言ってたじゃん、うん、え、結構見に行けていいんですか、パスポート、パスポートあったら。違うの裏部屋はなんで名前が変わるんでしょうか。ああ違うらの違う違うのラーメン屋ね、あの、はい、貴景勝大好きなんですよ。はい、あの講演会なんですよね、私。貴景勝ね、はい。で、まあ、もともとね、あの、もともとは、だから、増山さんっていう、うん、あの、千賀の浦っていう親方がいたんだけど、65歳の、まあ、これちょっとレアな話だけど、65歳の定年だったら辞めなきゃいけない、親方はね。うんうん、そのから70までは、名前、同じ名前で残れるんだけど、その65までしか残れないので、次、親方やらせないといけない、ね。千賀の浦部屋を。千賀の浦の親方、あの、松田山が連れてきた、あの、土地の名だとかね。いろんなのがいたのがね。それが、部屋継ぐとか継がないとか言ってるけど、基本的に、やっぱお金にがめついから、からみんな嫌がる。どこの部屋に、誰が部屋継ぐってなって。で、結局、最後に白羽の矢が立ったのが、あの高見杉の時盤山だった、うん、でまあ俺はお金にがめついらしいから気をつけた方がいいよって言って、そんなのって言って、うん、部屋持っても後で苦しむだけだよって言って、うん、いや分かってる分かってるとか言って、楽観的に言ったら絶対ダメだよって言って、うん、絶対後で苦しむよって言って、言ったら分かってる分かってるって、いざ継いで何年かした時にやっぱりもう合わないと、だからもう一旦部屋を譲ったらお金の面に関してもいろんな面に関しても一切口出したらダメなのよ、だからもう部屋をじゃあ俺が辞めてじゃあ小林さんあんたに継ぐよって言った時に、はい、後でお金は折半だとかさ、そういうことになってくるとどうなる、いやでもそうすると一回お金払ってますよね、うん、もう譲り受けるときに、ね、うん、まだ言ってくるだったら、うん、だからその部屋の家賃が、あ、いくらだとか ね、家賃がいくらだとか言って、うんうん、借りてますもんね、そう、お前いくらで借りて、いくらで、もうそんな家賃のやつも終わってるだろうって言うけど、家賃も高く請求されたり、気分よくいい、ないですね、全部自分じゃないから気分が悪いですね、それそしたら部屋変わりたいよね、変わりたい、もう部屋も変わりたいとか、でそれでもうずっと前からそういうふうなことをやってたんだけど、なかなか部屋って見つからないよね、ね、だからでも65歳までもうあと何年もないんだから我慢してやればって言っても我慢できなかったんだよね、あ、そういうことだったんですね、でそれ で変わったっていうのがこれ本当の話は、すごい、こんな本当の話がここで聞けちゃったすごいんですけど、そしたら時盤山親方、時盤山って名前になったんだけど、だって自分で必死にお金貯めて買った株なんだよね、もう本当にお金をコツコツね、買った金を、だってそんな、だって大して有名でもないのに、ね、もうどんなことあっても自分の株をコツコツ金貯めて買ったんだよね、銀行の金も借り入れして、で自分の家も担保に入れてとか言って買ったそのあれをただ買えただけだから、うん、お金持ってこいって言われても、うん、そうですよね、関係ないですよね、関係ないよね、もうね、うん、でね、もういやいや、や本人はだって正直大方やりたくなかったんだもん、あの高見杉、時盤山さんは、でもまあやってそれでやっぱ子供を教える中で愛情が出てきたんだろうね、うん、でじゃあやろうとか言ってなって、うん、だから高野原もリタイアしたらそのままセットで入ってきてとか言って、本人はだってもう親方になる、あの部屋持ちの親方になる気さらさらないのに、うん、60万人いきなりポンって全部全員にこう全員にあれされて、ほんでやる気もないのにおいとか言って大関とかいっぱいできて関取いっぱいできて急に弟子が増えてよかったなとか言って、全然よくはないだろ本人は、そうですかね、うん、そうなんですかね、いややっぱそれはもうだって、そんなに
お金も思うほど入るものもないし、本人は給料もらって、うん、奥さんと、ね、悠々自適にゆっくりやりたかったのに。そうか。でも、うん、例えば、うん、その今貴景勝関がすごい、うん、あのいろんな CM とかをやってるじゃないですか、うん、そういうのも部屋にやっぱ少し入るんですか。入んない。あ、じゃあもうあれは本人。そうそう、あのまあだから入んない入るっていうか、うん、うちのそのまあ俺はだってもう藤島部屋しか知らないから、北山部屋しか、うん、よそ部屋知らないから、その部屋によってもその多分規則は違うでしょうね。そうそう、だから、うん、もううちの正直師匠は、うん、あんまりそういうのこうそのお前金持ってこいとかそういうのはないから、うん、まあ息子には分かんないよ息子には分かんないけど、ね、俺とかあの秋の島、うん、関とかそういうのにはない、うん、なかったから、お前ねコマーシャル出たから俺のところにちょっと持ってこいよとかね。でも、うん、自分がもし入ってたらなんかこうお世話になってるからと思って、うん、少し自分自ら多分そういうのはあるのかなってもありますし、まあお礼とかね、ねお礼とか。でも、うん、本人はやっぱ受け取らない、うちの師匠は。そうなんだ。もう家でいらないよとか言って、もうちょっとあのその千賀の浦の前のね増山さんっていうのが、うん、もっとお金に汚くなかったらずっと続けたろうけど。そうですよね、うん、そうするとじゃあ名前が変わったことで今まで千賀の浦部屋の講演会に入っている私たちは、うん、また新たに入るっていうことですね。時馬山部屋に入るっていうことですよね、うん、そこにはだから何も たまたま名前だけが変わっただけで、うん、そのそれは一切関係ないから。あ、そう、じゃあ振り込み先もまたあれなのかな同じ個人的な個人的なねあの今度内容振り込んでいく、なんか年会費とかあるじゃん。そう、ありますよ。でこういろいろランクがあるじゃないですか。じゃあ、何ちょっとここでぶっちゃがらしてる。いやいや、そう、でもそもそも清水先生そんなにお金使ってるのってなっちゃうんで。いや私本当ペイペイですよ、本当に。だいたいどれぐらい払ってる。いや、普通に、まあいいや、もうとりあえず一口あの2万円なんですよ。一口2万円で、あとはなんか法人で入るか個人で入るかっていうのがあって、私は法あの個人で入ってます。個人で浴衣をもらえるぐらいのあの会費があるんですよ。会費あるんで、それそういうのなんかすごいよね。なんで、いやいや違う相手が、自分がじゃなくて、あ、相手が、そうそうそうなんですよ。やっぱ浴衣欲しいじゃないですか、うん、でね、やっぱり同じ部屋の子たちと同じの着て応援両国行きたいんで、どうしてもやっぱ浴衣が欲しくて、欲しくて入っちゃう。なんか違う、なんか違うかも。まあいいや、もうむっちゃぎり話して。いや、でもファンの人がやっぱ気にしちゃうんですよね。それは値段、ちょっとお金はちょっともし聞きたかったら、じゃあもし、いや、ここは何でも、もう隠しちゃダメだから。そうなんですよ。じゃあでも、うん、私あの次また名前変わってまた新しい年になるんでまた振り込むじゃないですか。でももう本当に普通に個人の会員で普通に一番下のランクにしようかなと思ってます。もうあの貴景勝 もうだって貴景勝も大関になったし、そうなったし、なったし、まあ、これからまた若い子もどんどん上がってくるから。そうなんですよ、うん、で私今応援してる貴景勝がもし綱取り目指して綱取って横綱になった時にやっぱりもうそこからはもうここまで見届けたって思って、まあ彼が生涯頑張るまで見ますけど、もう今度鼻が出てきた、別に応援してる人は貴景勝以外は、まあお月の貴大将とか貴健斗いますけど、やっぱ貴健斗これ10上がりそうだよ。上がりそうです。そうなんですよ。だからそれも嬉しいんですけど、はい、まあその子たち、その人たちをまあ応援するんですけど、うん、今別にその大辻君っていう、うん、あの高田川部屋の、うん、あの竜電についているあのお月の子がいて、その子すごい応援してるので、その子まだ10代で、彼のお母さんがやっぱちょっと 目があのだんだん悪くなってて、この先見えなくなるかもしれないから、早く関取になって自分のその活躍 している姿をお母さんに見せたいってもう聞いたら、私もうその瞬間に、てかその前からどういう子なんだろうと思って、それを知らずに応援してたらそういうこと知って。その子は何、今幕下ぐらいにいるの？もっと死ぬ気で練習しないと。そうなんですよね。そうなんですよ。だから取り組み見てても甘いんですよ。だから私口で言うよりも体で動かすやろ。そうなんですよ。だからね、千賀の浦が名前変わって、うん、私もまあ1年間の、うん、あの会費を一番
ちょっと安いやつにしようかなみたいな、はいね、もう応援してきましたもん、もうあとはもう一つですから残すはね、うん、こうやってさリアルに言ってくれてありがたいよね。ね。2万円で会費で頑張って応援してくれてんだじゃあ来年からね、来年からですね。でもね、でもそういうのをいや自分が考えてたのは全部一括でして、それでそれをもうサポーター制度って高野花がよく言ってたじゃん、うん、だからその講演会、講演会じゃなくて一括で全部集めて、じゃあ極端な話さ、稽古はいつも見れるパスポートあるよとかそういうので、うん、で番付とあれだけ送るよって言って、でそれで相撲協会全部集めたら 何万人になると思う。もうすごいお金になりますよね、うんうん、まあ、100万人になったとするじゃない、カレンダーも送りますよ、それ年間いくらですか。1万円だったらどうなる。 1万円で、ね、年間その稽古見に行けていいんですか、ね、パスポート、パスポートあったら行けてとか言って安いですね、安すぎます。そうなったらじゃあまあ極端な話さ、まあ、ちょっとこうこれの話していやらしいけど俺に入るわけじゃないからね言っとくけどね、俺に入るわけじゃないけれども、これがじゃあ1万円でフリーパスポート、うん、相撲協会ね、サポーター券とか言って1万円の券100万にあったらさあいくら、10億100億100億100億、え、すごいですね、すごい、もうそれで賄えちゃいますよ。そうそうそう、そういうことも全部やったら、やりましょう、そういう細かいことやったら1万円で、まあ、はい、なんとか100万人集めようと、やりましょうよ。だからそれだったら少ない金でみんな応援する。だからサッカーのそういうのとか、だから相撲の谷町って言っても、うん、大きい谷町っていうのも、うん、あるけれども、それよりも広く浅く応援してもらった方がいいじゃない。うん、そうなんですよ。今日は高見杉のおっさんの話ちょっとベラベラ話、はい、話してもたけど。まあ別に高見杉は悪いわけじゃないから、ね、いや素晴らしい、本当に良かったです、うん、優しくて、ものすごいいい親方だし、優しい、でもやっぱ優柔不断は優柔不断なのよ、うん、だからその前さ貴景勝の親父がさ入ってきたとかいう時でも、いやじゃあこれはじゃあもう部屋と千賀野良部屋とじゃあ貴景勝とじゃあ半分うちが用意するから半分して、で売り上げに対しての半分折半ねとかいう話したら、親父だって貴景勝の親父だって納得すると思うんだよね、うん、だって貴見杉さんなんか急に親方になったんだから、ただ後援会なんかいるわけないじゃない、うん、そうでしょ、いるわけないのにさ、そしたらまあだから正直何でもね、本音と建前ばっかり、本音を全部ぶち開ければいいじゃない、俺はこうなんだからこういうふうに、うん、ね、金はだってなんぼかないと部屋ができないんだから、なんぼかちょっとくれとか言って言えば、親父だって貴景勝の親父だって、じゃあこれぐらいはじゃあ部屋に入れましょうとかいう話になる、うん、そういうことをはっきり言えるか言えないかっていう、ね、本音をもう全部言うと、うん、言うようにしないとなかなかうまくいかないと思わない？いかないと思います。でもその情報が、うん、やっぱりどっかこう、ほんだらさ、うん、それでさ、マスコミでさ、そうそう、ああだこうだとかって言われてさ、ね、もう本当か嘘かとかって分かんないで、本人だって貴景勝がだってそんなこと言ったりできる立場じゃないんだから、望まないですよ、本当かわいそうだなと思って、ね、で金はないよりあった方がいいんだけど、将来のためにね、うん、まあそういうところはあるのよ、だからそこのところは何とかしないといけない。楽しくできるようなダンスをちょっと作ってもらいたいと、体幹も鍛えられて、この小学校の必修科目じゃないけど、一回だから3つか4つぐらい、3つか4つ無茶振りしてる